うん、美味しい。いいじゃないですか。これはお手軽スナックだね。なんかチキンナゲット食べてる感じじゃない？ね。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは？今日は鶏胸肉のピッカータです。ピッカータ？はい。ピッカータって何ですか？初めてですよね、ピッカータね。うん、イタリア料理ですね。そもそもは子牛肉で、ちょっとこう薄切りにした子牛肉をバターでソテーするお料理なんですけど、今やなんか割と日本では卵をつけて、で卵液つけて焼くお料理。うん、あ、わかります？それがピカタかどうかわかんないけど、うん、食べたことあるね。豚肉のやつを卵つけて、周りに卵の、そう、あれ、これ確かに食べたことあるの。そう、だからまあダイエット食というか、いいっすね。ね、それをまあ豚肉でやってもいいし、まあイタリアは本場は格子で卵つけないんだけど、うん、今回は鶏胸でね、よりヘルシーに。食材は岩手のね、鶏胸肉をご用意してます。はい、立派な鶏胸ね、400g ぐらい大きな、はい。はい。そしてニンニク、バター、パルミジャーノで、セイアグリの卵を今日はご用意しました。あ、お弁か。ちょっとやっとかならんとね。年明け一回もやっとらんわ。そうそうそう。やっぱ月1ぐらいは1回ぐらい台本で喋っとかんと、わしらも忘れてしまうから。忘れてしまうからな。ね。分かったぞ。だからセイアグリの卵を持ってきた。分かったじゃん。はい。OK、はい。そして、小麦粉、塩、胡椒です。はい。ではお願いします。はい。まずね、鶏胸を薄くスライスしてちょっと叩きます、はい、で今日はちょっと皮は引いちゃいますよ。皮は、ね、申し訳ない、うん、あんたもうあれけ、もう皮とか今食べられん期間、ステンが嫌だからもう皮なし買ってくるもん。皮なし売っとるもんね、うん、確かに確かに皮なし買ってくる、ね、で、どうかな、1センチぐらいでカットして、うん、で伸ばしてくちゃ。なるほど、はい、ほんまや。いや、めちゃくちゃこれ子供の時食べたな。子供の頃食べた、うん、じゃあお母さん作ってくれたんや。作ってくれたのを思い出したわ。洒落たお母さんやね。なんか流行ったんねや。流行ったんかね、ひょっとしたら。知らねえぞ。で、別に難しい材料いらんもんね。ね、粉チーズあったらできるみたいな、うん、はい。で、これちょっと叩きたいから、うちは肉叩きあるか、肉叩きで飲むんですね、うん、ない人はワインボトルとか、うんうん、瓶みたいな、何でものね、やってもらって、ラップとかでいいから、うん、はい。ちょっと薄くね、火も入りやすいしね。そうやな、卵がいっぱいつくしね。はい、オッケー、はい、このぐらいですね。の伸ばしました。で、ここに軽く塩しますよ。はい、塩します。はい、ね、今毎日胸肉よ。俺毎日胸肉、あの胸肉ご飯系、あの胸肉ご飯、胸肉と卵と、うん、じゃあ今日は毎日食べとんの変化版やんね。そうだね、卵と、ね、確かに形変えてしまったもん ね、ご飯にこれ乗せて食べればいいと。いいもん ね、で、醤油かけて、醤油かけて醤油かけんで、ね、ちゃんとチーズの味あるから。じゃあ、はい、卵液作っちゃう、はい、卵ね、2個使います。で、チーズ入れますね。あ、たっぷり入れんね。たっぷりです、40g。 今日はパルミジャーノで、パルミジャーノやっちゃう、ね、そうだ、これをだからパルミジャーノでやろうと1本なくなってしまうから、うん、やっぱちょっと粉チーズ買っといてもらえるといいね。そうね、だからまあ割と本気で 40g も使ったけど、半分でもいっちゃう。で、今日はニンニクのすりおろしです。なんか新しいのが、あ、もう指切るのが嫌だから、グレーターで指切るのが嫌だから、すりおろし器にした。どんぐらいいけるかな。あ、いけるわ。いけちゃう、それ。さすが、いいやつや。 OK、 じゃあニンニクも ね、ガーリック風味です。今日はでもこの隙間のやつ取れんねけ。それはなんか、あの、ハケか、ハケみたいなのが、あ、ついとるわ、やっぱり。お、ついとったわ。やっぱハケついとんや。お、ついとったわ。ちょっと取ってあげて、これで。はい、随分かわいいおもちゃみたいなハケ。ミドリムシみたいなついてる、ね、ああ、すごいすごいすごい、ああ、すごいすごいすごい。やっぱあんがや、あんがやね。ね、そりゃそっか、もったいないもんの。さすが、こういうことが起きるから。このブラシはなくしそうやわ絶対なくすね、これいつか。だからどこやったどこやったっつって、ね、この会話これはなくすな。紐で結んどかんならね。ほんとよ、一応持つとこに穴開いてるから。それはなくす。あ、綺麗に取れた、素晴らしい、すごいね。ね、オッケー、じゃあ粉はたいて卵つけて焼いてくって感じね。つけたそばから焼いてくってことね。そう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 、はい、バター入れます、 30g、 はい、で弱火でね、弱火で溶かしておきます。はい、じゃあもうつけていくよ。はい、どうぞ。はい、なんか洒落たもん食べとったよな。そうやな、ね、だから子供の時以来30年ぶりぐらい食べる。食べる、いいねけの。さあ、イカ、はい、どうぞ。はい、この
叩いて、はい、たっぷりの卵液つけて焼いていきます。で肉はね薄切りにしとるから割と火早く入ると思います、うん、3分ずつぐらいかな、うん、あそれでも3分かかるか片面でだからまあ計6分ぐらいかな、うん、弱火でいくんやな弱火弱火卵焦げるもんの卵も焦げるしバターも焦げるから、うんうん、ちょっと 隙間を入れてくちゃオッケー、いいですね、はい、うん、いい香り、ニンニクの香りかな、ね、ニンニクかね、ニンニクの香りだと思う、バターと、うん、さあ、最初に乗せたやつはどんな感じけお、うまそう、うまそう、オムレツみたいになってきてお、そうやそうやそうやこんなんやったお、そうやそうやね、焦がさようにじっくりじっくりねあの、場合によってはね、あ、火通り悪いなと思ったら蓋してもいいと思いますなるほどね、蓋して、まあ、肉に火通りゃいいからねまあそりゃそうやねそれ以外何火通んの知らんじゃ、卵卵一番最初に火通んのやろそれ以上でもそれ以下でもないほんまよ、ね、ほんとほんともういっちゃうさで最後は少し焼き色つけたければ、うん、少し火強くしてで焼き色つけると、ね、気をつけてください皆さん、はい、うん、美味しそう焼けましたねはいはい、OK です出来上がりですはいはいどんとたっぷりだよたった胸1枚からねはい、板バスねうんブラックペッパーねそうやな、真面目やないわね、卵とブラックペッパーからねはい、簡単できましたはい、いただきましょうでは、いただきますはい、どうぞ召し上がってください、うん、うん、美味しいいいじゃないですかなんかチキンナゲット食べてる感じじゃないね、白ワインもいいけど普通にビール飲みたくなる、うん、ビール飲みたくなるね、ねこのレモン汁かけて美味しい美味しいよやっぱちょっとねレモンかけてもらうとバターとレモンって合うからさやっぱなるほど、はい、うまっほんとだうまっレモン入れたら普通にワインが合うね合うね、うん、酸味がねうん、うん、エロスとぴったりよほんとにねこの卵とチーズのふわっとした感じがちょっと重たい感じのねそうねバター入ってるしうん、この今飲んでたエロスシャルドネ、うん、カベルヌソーヴィニヨンとあとはプロセッコとセットでね初心者セットみたいな感じで送料税込み5,000円でご案内します、はい、カジュアルにね、はい、飲んでいただくにはいいかなと思います、はい、冷蔵庫に入れといていただくといいかと思います、ねはいはい、最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします